どうも、菊之進です。今日はこの人絶対いい人だと思われる人の特徴を7つご紹介したいと思います。好感の持てる人、性格や人となりが好ましい人、優しくて思いやりのある人が近くにいれば、それだけで気分が明るくなりますよね。また、その人が誠実でまっすぐな人柄をしていれば、仲良くなって交友関係を深めたいと思うでしょう。人を引きつける人には一体どんな特徴があるのでしょうか。動画の後半では本当にいい人と外面だけの人との見分け方もお答えします。それではどうぞ。1番目です。いい人の特徴7選。まず1つ目です。人知れぬところで他人に優しくできる。普通は誰かが見ているところでいいことをしたいと考えるものです。誰も気づいてくれないし、誰も褒めてもくれない。そんな状況でいいことをしてもやり損になると思う人も多いでしょう。そんな中、見えないところで善行を重ねている人を見るとすごいなと思います。例えばこんな人です。お店の出入りですれ違う時にドアを開けて待ってくれる人。職場の休憩室や廊下に落ちている誰も拾おうとしないゴミを拾って捨てられる人。お年寄りに席を譲れる勇気がある人。エレベーターで率先してドアの開閉をしたり、何階ですかってさりげなく聞ける人。立てかけた傘が倒れてしまった時、自分のではないのにスッと直してくれる人。このように他人のことを考えて行動できる人や、相手が気づかないところで親切にできる人はいい人だと思われます。誰も見ていないところでした行いは、その人の心そのものを投影しているように感じるからです。損得感情なしに他人に優しくできるって素敵ですよね。2つ目です。ピンチの時にかばってくれる。他人が本当に困っている時に手を差し伸べてあげられる人。無条件にその人の味方になってあげられる人はものすごく好感が持てます。例えばこんな人です。当時マネージャーにも先輩からもいじめみたいな扱いをされて、よくいじられていた時、一人だけフォローしてくれた他のチームのマネージャーがいました。みんな私のことをいじるのに、その人だけはかばってくれた。どれだけ助かったか、私の中ではヒーローに見えました。仕事でトラブルがあって、協力会社にもトラブル対応で迷惑をかけることになった時、担当の男性にご迷惑かけて申し訳ありませんと謝ったら、こういう仕事はトラブルがつきものですよ、何事もないことの方が珍しいくらいだからと明るく言ってくれた時、ハートを打ち抜かれました。その人が何に傷ついたのか、何を不安に思っているのかを見抜いて味方してくれる、フォローしてくれる人って同性であってもキュンとしますよね。周りがみんな敵の中に、たった一人でも自分のことを応援してくれる、肯定してくれる人がいれば心強いですね。3つ目です。店員さんに丁寧。店員さんへの態度は結婚後の態度と言われるぐらいに人の本性が出やすいものです。店員さんに対して礼儀正しい人は、普段から他の人に対しても律儀で良識のある印象を受けます。お金を払ってんだからサービスしてもらって当然、お礼の言葉なんていらないと考える人も少なくないようですが、店員さんとて血の通った人間です。お客さんに行ったサービスに対してありがとうございますとねぎらいの声をかけてもらえると嬉しく感じます。実際にお店で働く人の意見もご紹介しますね。コンビニ店員にすら優しく対応できる人っていい人だと思いませんか。コンビニバイトを始めてしばらく経ちます。やる前からうすうす想像していましたが、コンビニ店員を見下す客が多いです。弁当を温めるのか等の問いを無視する客、小銭を叩きつける客。そんなことされてもお客様は神様ですから、ニコニコしながら対応しなければならないのが店員ですよね。そんなコンビニ店員に対して丁寧語で答えたり、感謝の言葉をかけたりする人って、きっと普段からいい人なんだなと最近思い始めました。私もコンビニでバイトしたことがありますが、相手は客だし、こっちは仕事でやってるから当たり前の行動でも、お客さんにありがとうって言われるとすごく嬉しいですよ。知り合いじゃないからこそこういう対応されると嬉しいんです。感じのいい人だなって思います。礼儀正しいなって。客と店員、立場的には店員の方が下になりがちですが、そういったもの関係なしに丁寧で礼儀正しく接することができる人に魅力を感じますね。僕も昔飲食店でアルバイトをしていたことがあるんですが、注文の際にこちらが伝票入力するペースに合わせて伝えてくれたり、食べ終わったお皿やグラスを片付けやすい位置に並べておいてくれたお客さんを見た時に、この人いい人だなと感じました。続いて4つ目です。小さな約束も忘れずに守る。約束を守らなかった人にがっかりされたことってないですか？その逆に、いつも約束を守ってくれる人は信用を受けますよね。信用は約束の積み重ねと言われたりするように、小さな約束でも忘れずに守る人は印象がいいです。自分の言ったことをきちんと守る。相手との約束の時間を守る。相手の時間を大切にできる。他言無用でお願いしていた秘密話を口外しない。借りたお金はきちんと返す。
万が一約束を破ったとしても自分の非を認めてきちんと謝ることができる、嘘をついたりせずに誠実に対応できる人は人としても尊敬します。約束を果たすことはイコール相手のことをどれだけ真剣に受け止めているかの指標にもなりますよね。5つ目です。人の意見や考え方を尊重できる。人のやることや意見に干渉しない人も人気があります。世の中には様々な考えを持った人がいますよね。学歴や肩書きが大事だと考える人もいればそうでない人もいる。結婚が幸せと感じる人もいればそうでない人もいる。世間体や常識が大事だと考える人もいればそうでない人もいる。あらゆる価値観があふれかえっています。それらを自分に合わないからといっていやでもさと口に出して否定する人は嫌われてしまうでしょう。世の中の争いは全て人と人との価値観の衝突で生まれるからです。反対にそういう考えもあるよねと受け止めてくれる人がいればどうでしょうか。あなたの意見や主張が周りと違っていて白い目で見られる中、一人でもそう言ってくれる人がいれば安心感を感じますよね。人に好かれるいい人は懐が広く思いやりのある人です。6つ目です。さりげない気遣いができる。人の小さな親切やさりげない気遣いに心がポッと温かくなった経験ってないですか？相手からの見返りを求めない優しさを受けるとじんわり嬉しいですよね。例えばこんな感じです。雨の日にまだ小さかった子供を抱っこして横断歩道を歩いていたら、後ろにいたご婦人がさっと傘に入れてくれたこと、横断歩道を渡りきるまでのことだったけれど、すごく嬉しかったから10年近く経った今でも覚えている。学生時代あまり積極的じゃなくてなかなか話題に入れなかった時、さりげなく〇〇ちゃんはと話を振ってくれたこの気遣い、クラスの決め事の時とか、派手で優等生タイプの子ではなかったんだけど、そういう細やかな気配りをすごいしてくれる優しい子だった。このように相手の立場になって考え、その人が喜ぶようなことができる人って男女関係なく魅力的ですよね。変に相手に気を使わせてしまわない、さりげない気遣いだからこそしてもらえると嬉しいものです。そういう気遣いって何年経っても忘れないんですよね。ずっと心に残ります。7つ目です。相手を立てられる。相手を引き立てて花を持たせることができる人っていますよね。このタイプの人も多くの人に好かれます。人はみんな自分のことを気にかけてもらいたいものですが、なかなか気にかけてもらえません。どんなに頑張っても努力しても気づいてもらえなければ悲しいと思う人も多いでしょう。そんな中、〇〇さんがやってくれましたとか、〇〇さんのおかげでうまくいきましたとか、〇〇さんのこういうところ尊敬しますよねって周りの人に自分のことを話してくれる人がいたら嬉しくないですか？自分のことを認めてくれている気がしますよね。こういう人に人のいい噂を流せる人って好かれるんです。本人がいないところで悪口を言う人はあまり印象が良くないんですが、その反対のことをすると一気に印象が良くなります。この人は相手に花を持たせることができる度量の持ち主なんだって尊敬するし、人として大切にしたいと思います。続いて2番目です。本当にいい人と外面だけの人との見分け方。一見して優しそうなのに結婚後に暴力を振るう隠れ DV のような人っていますよね。仮面の裏側はサイコパスだったということもあり得るので、そういう人に引っかからないためにも外面だけいい人か、それとも中身もいい人か見分けるポイントをお伝えします。見分け方はシンプルで、口だけじゃないか、その人の行動を見てみてください。外面だけの人は口先だけで言葉と行動が一致していないことがよくあります。優しさも不自然でわざとらしく感じることもあるでしょう。あとはその人のあなた以外の人との接し方も観察してみるといいかもしれません。掃除のおじちゃんおばちゃんに対しては横暴なのに、カフェの若い店員さんには好意的だったりと、人によって態度があからさまに違う場合は要注意です。今はあなたに優しく接していても、何かあった時に手のひら返しのように冷たくされるかもしれません。何かしらの違和感を感じることが重なれば、この人は外面だけの人だと目星をつけてもいいと思います。直感は意外と当たるものです。最後まとめです。あ、この人絶対いい人だと思われる人の特徴を7つご紹介しました。1、人知れぬところで他人に優しくできる。2、ピンチの時にかばってくれる。3、店員さんに丁寧。4、小さな約束も忘れずに守る。5、人の意見や考え方を尊重できる。6、さりげない気遣いができる。7、相手を立てられる。この中のどれかを満たすような人は魅力的な人です。多くの人に好かれ愛されるでしょう。以上です。本日もご視聴いただきありがとうございました。応援していますね。それではまた、さようなら。